おはようございます。今10時ぐらいかな。今日はお昼にお父さんが会議があるから、それまで。この前ね、テキサス来た時もヒラサーケット一緒に行きました。バッキーズっていうの、とんでもなく大きなねガソリンスタンド行きましょうということになりましたので、行ってこようと思います。それでは行ってきます。バッキーズ着きました。ちょっとフラフラっとしていきましょう。私ここのバーベキューソースがね美味しくて気に入ったので、今回はこちらのバーベキューソースのお土産に買っていきたいと思います。車戻ってまいりました。もう中のビデオは撮ってなかったわ。必死でお父さんとあだこだ言うのに。このねバーベキューソースがね美味しいんですよ。っていうことでちょっとハムンコしようかって言って、サンドイッチ、チョップドブリスケットのサンドイッチ、あとシナモンなんとかグレーズドのカシューを買ってきましたので、ハムンコして食べようと思います。ニコニコしちゃって嬉しそうだね。おー、ボリューミー、ボリューミー。お、大丈夫、落とさないで、気をつけて食べてね。うん、うまい、甘めね。そう、甘め、お父さん好きだと思うよ。うん、このソース美味しかったでしょ。うん、オッケー。オッケーなんだ、オッケーらしいです。許可がおりました。うん、なるほどね。なんか分かったの。うん、結構シュガーは入ってますね。そりゃそうでしょうよ、こんな甘いんだから。プルドポークも美味しかったよ。うん、美味しいです。またなんかじゃあ立ち寄ったりとかするときには試してみてください。はい、はい、トイレにしか行ったことないって言ってたからずっと。ちょっとティー買って帰りましょうということで、インファンね来ました。他にもゴンチャもカンフーティーもセブンリーフスも全部ここに集まってるけど、よし行ってきましょう。ということでティーを買ってまいりましたが、私いつも通りねインファンフルーツティーね、ノーシュガーのレスアイスね。お父さん今日オレンジティーにしたらしいんだけど、初めてなんかこういろいろフルーツ入ってるティー飲んだ、美味しいとか言うんでるけど、そんなテンションじゃない。そういうテンションだったよ。よかったね、ホテル戻りましょう。何でもある。でお父さん12時から1個会議らしいので、今11時40分ですね。お部屋戻ってまいりました。お父さん今お湯取りに行った、お茶飲もうって言って。冷たいお茶もあるんだけど、あったかいお茶飲もうって言って。ということでお父さんここで会議すると思うから、まあ私ベッドルームの方か。カメラオンにしてなかったらこそーっと出てきてね、なんか撮りに来たりはしようかななんて思ってます。ということで今ね2時過ぎですね。お父さん会議終わりましたので、2本ねこれからご飯食べに行こうと思います。ステーキ屋さんに行きたいなって、このテクノがかかるんだよね、すぐ。いや、チェーン店ですけど、うん、行きたいらしいので連れてってくれるそうです。お父さんが仕事してる間人ゴロゴロしてすごく珍しくメイクをしました。たまにはねと思って、一応メイク用品一式持ってきてるからね、せっかく持ってきたからね。ということでご飯食べに行ってこようと思います。それで行ってきます。着きました。テキサスにいる日本人もよく来るようなんてお父さんとおりましたけども、チェーン店らしいんですが、お肉食べていきましょう、楽しみ。はい、ありがとう、待ってくれて。お店入りまして、もうオーダーすいません、パン来てる。アウトバックを思い出すね、この。そうだね。感じが。あとアイスティーです。ランチのお肉オーダーいたしましたので楽しみです。サラダ来ました。めっちゃチーズ乗ってたよ。動作動画少ないんだけど、これあげようと思います。お肉来ました。お父さんはエビとのプレートね。私はリブアイにしました。美味しいって味濃いとか言ってるけど、よかったね。ちょっと私もエビもらおうと。いただきます。眩しくて全然見えてないんだけど、お腹いっぱいね食べてまいりまして、今3時12分ですね。またホテル帰って、お父さん4時からまた会議なので、はい、それに備えようと思います。お部屋戻ってまいりました。お父さんまたおトイレにまずはこもって、いや、それからお仕事のようなので、まあ小1時間ぐらいだからね、少しゆっくりしようと思います。ただいま5時過ぎですね。お仕事終わりましたのでホテル出発しました。これからちょこっとねお買い物のして平沢家向かおうと思います。はいはい、平沢家到着しました。よし、私がちょっと作るものもあるのでやりましょう。何でも飲みます、お酒も飲みます。やめてるけどね。ということでババッとご飯の時間になりました。今日はうなぎ丼にしていただきました。これとこちらとこちらを私作りました。もう簡単に。よし、熱いうちに、もう一枚。はい、もちろん、はい、それライムかな、違うかな、すごいレモンライム。よし、はい、はい、いただきます。いただきます。何を開けてまだ持ってるからね。そこにある、やるやる、うん、はいはい、大丈夫、いいよ、はいはい、はい、どうぞ食べてください。どうぞ。はい、乾杯。いただきます。すごいすごい、もう食べてるじゃん。納豆、オクラ、
はい、湯豆腐風一品、うわ、そう、これちょっとこれを、うん、そうそうね、ちょっとシンプルだけど、あんまり、あれ、うわ、美味しいんですけど、うん、口当たりすごい滑らかに、お母さん食べやすいと思うよ、お母さん、これ、お豆腐、うん、うん、美味しい、逆に変な癖がないのよね、この豆腐、そうそうそう、うん、そうね、うん、少なくしながらめんつゆ、めちゃくちゃ、うん、美味しい、じゃあもっと倍ぐらいかけるわ、うん、オクラだった梅、うん、隠し味、ね、ちょっと酸味があってね、うん、梅干し入れたから、うん、ね、食べましょう、あとおすましがきます、はい、平沢家を後にいたしまして、今ガソリンスタンド寄ってます、みんなでねワイワイとお話ししながらご飯いただいて、デザートタイムしてお茶して、レイコさんとミキさんはねお休みになられて、今12時前ぐらいかな、楽しい時間でしたね、また来るね、また来てねって言ってハグしてね、ご挨拶してね、お家を後にいたしましたが、まあ、とりあえずお父さん今こっちはねサークル系お水を買いに行きましたので、ガソリン入れて飲み物など購入いたしましたらホテル戻ろうと思います、ホテル戻ってまいりました、なんかうろうろしてますけど、もうさっさかシャワー浴びてね、明日は5時にホテル出ましょうって言ってるので、どんどんとね寝る準備していきましょう、パッキングして、本日もこちらで最後のご挨拶をさせていただこうと思います。ただいまですね2時過ぎかなになります、とね、ホテル帰ってきてまずパッキングを開始いたしまして、ちょっとねお父さんのお仕事関係のものとかで荷物が増えて、どうだろうね全部スーツケース入れられるかねなんて言いながら、私の方が大きいから私の方と分けていろいろね入れるのに、2人でああじゃないこうじゃないして、本当お父さんねパッキングね上手でね、隙間にねちょっとしたものね入れてね、でとりあえずね収まりそうだねっていうことで、お父さんシャワー浴びて、でお父さんがねシャワー浴びてる間私こちょこちょお片付けして、でお父さんが上がってきた後すぐシャワー浴びて、私がシャワー上がる頃までお父さんもねなんかこちょこちょしてたんですけれども、ベッド入ってね私がねスキンケアしてる間にねとんでもないいびきかき始めて、そこね閉めてるんだけど、いびき聞こえてるかなどうかな、お疲れのようでねぐっすりと眠っております。ということでね本日ですねダラス最終日ですね、日中はねお父さんのお仕事の合間にちょっとお出かけしたりね、ランチ食べに行ったりなんだりいたしまして、お父さんのねお仕事がね終了次第ね平沢家向かったんですけれども、平沢家ね向かう前にちょびっとねお買い物をしてから行ったんですが、玲子さんがねおいしいおいしいって言ってたのでね、黄色いドラゴンフルーツがあるんだけど、それとねお出汁とお豆腐がないってここ数日間言ってたので、和風とあとコリアン風のお出汁とお豆腐も日本のものと、あと私たちが気に入ってるねコリアンのお豆腐ね購入して持って行ったんですが、でね購入していったお豆腐をねちょっと薬味のせて湯豆腐風にして今晩いただいたんですけども、あのねお豆腐すごく食べやすいしツルッとしててね、玲子さんも食べやすいだろうなと思って冷蔵庫が動き始めましたが、ご紹介したくてで、ね、持って行ったんですが、いつかね私たちがね使ってるね調味料などなどもねご紹介したいなと思いまして、こちらにねナイマーケットのものね使ってるからねあれなんだけど、持ってこれそうなものがあったら次回ね来る時はですねお土産にしたいななんて思っております。とにかくですね今晩もね楽しい時間ね過ごさせていただいて、れいこさんもねすごくねよく食べて、私と同じ量もしくは私より食べるかもしれない、それぐらいねしっかり食べてね、だから元気なんだなって思うんですけれども、一昨日その前の日か私たちが来る前日に補聴器が入ったって言ってたかなと思うんだけど、会話もねよく聞こえるようで、補聴器入ってる時と入ってない時の反応が全然違ってね、まあねもちろん五感いろいろ大事だと思うけど、音聞こえないとねやっぱ危ない時とかもあるから、一緒におしゃべりしててもね会話が聞こえなかったりとかするとね、やっぱりなんかなんとなく自分が取り残されたような気持ちにもなると思うし、そういったこともね減るんじゃないかななんて思って、もちろんねちょっと慣れるまでにはねお時間かかるかななんて思っているんですけども、うん、よかったなと思っております。それからミキさんこんばんは、本当にご機嫌さんでねテンション高くって、ご自分のねご兄弟のことですねいっぱいお話しされておりまして、ずっとねテンション高くてね一生懸命お話ししてるからすっごく疲れたんでしょうね、途中ねこっくんこっくんし始めてね、あもう寝ちゃうななんて思って、私たちがね帰る前かにねミキさんもう眠いからねよーよー言ってね歯磨きしてね寝たんですけども、もう一日めいっぱいね動きも激しいから体も使うし、もちろんね頭もめちゃくちゃ使うから、前回私半年ぐらい前かなにねお伺いいたしましたが、その頃に比べてもやっぱり地方の状態はね進んでいるなと思いまして、どんどんとねいろいろと難しくなってきてるななんて思ったんですけれども、とにかくね自分がねどうしたらいいのかわからないっていうね不安がすごくねやっぱりストレスになるんだろうなって思って、そうなるとやっぱりね感情がコントロールできなくなって怒りになるんだろうななんても思ってね、とにかく楽しく
ハッピーに今を一緒に過ごそうと思って、ちょっと電池が切れてしまいましたが、そう感情がね引っ張られてしまうんですよね。だからネガティブなことはもうね絶対に言わないようにしようと思って、とにかく楽しくポジティブにっていうのを心がけてね、一緒にね過ごすようにねしておりましたけれども、そうするとね常にわはははわははは笑っててね、すごくね楽しそうでね、ミキさん本来すっごく優しい人で、すごく思いやりがあって、でねちょっとしたことでねいろんな人をね笑わせてやろうっていうね方だったので、やっぱりね常に笑っててほしいなと思って、ちょっとしたね面白い仕掛けを考えてさ、これはみんなが喜ぶだろうなっていうことをいつもね頭の片隅にあってね仕掛けてきてくれてたからね、とにかくねそうやってその瞬間にはなってしまうんだけど、楽しいね時間をね過ごせてねよかったなと思っております。それからね恵子さんもねお引っ越しやらなんやらねいろいろ大変でね、すっすごくねお疲れなんだろうなって思って、私で2泊させていただきましたけれども、できる限りねご負担のないようにと思っておりましたが、いいのよいいのよって言ってくださってね、だからこそ私ができることなんだろうと思って、まずは一番ね話を聞いて、ね恵子さんが思ってることに寄り添って、そして私がね玲子さん、あとは一番美希さんかなをね気にかけてね過ごすようにしていたんですけれども、私がね到着した翌日からですね、美里とねジェイ君がね LA に行っているってねお話しいたしましたが、あとね数日間ね3人でね過ごされるのでね、引っ越しのねお片付けもあるしね、いろいろ大変かなとは思うんですけれども、無理なくね過ごしていただければいいななんて思っているんですが、とにかくねまた私こうやって時折平沢家にお邪魔させていただいて、お話聞いてねちょっとしたことで笑って、ああじゃないこうじゃないね言い合ってね、まあそれでねおこがましいかもしれませんが気分転換にねなるのであればね、私がね嬉しいなと思って、まあお父さんちょこちょこですね、もちろんねテキサスもね、とても広いね州なので、一言ねテキサス出張行くって言ってもう全然ね車で数時間みたいなね場所だったりもするから、このねダラス周辺にですね出張に来る際はですね、まあねサニーポミサムもいるから、まあ一回っていうわけにもいかないとは思うんですけれども、時折ね一緒にくっついてきてね平沢家ですね訪ねたいなと思っております。ということでね、明日ね帰宅日となっておりますが、7時過ぎのねフライトなので、先ほどお話ししたかな、5時過ぎにはホテル出たいなと思っておりまして、でも午前中にねうちの一番近くの空港 SNA っていうんだけどサンタナの空港ですねに着くので、まあ順番的にはポミサムサニかなを迎えに行って、で落ち帰って、お父さんね絶対出なきゃいけない会議が夕方の5時って言ってたかなと思うんですけれども、お父さん一応明日もお仕事なんだけど、お片付けしたりねちょっとお買い物ね出たりしてね、明日からねまあ普通の生活に戻れるようにねしていきたいなと思っております。ということで本日はこの辺りで電気を消してベッドルーム行きたいと思います。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。